とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はデイリーミッションで結構ガチめなやつが出たんですね。これをね、行きましょう。はい、これです。誰かが死亡するとゲームオーバーですね。一回やられると終わりです。うん、なかなかガチめで難しいと思いますね。で、いいところはプレイヤーは採掘者のエンチャントで、もう一個これわかんないですよね。エメラルドはプレイヤーの HP が4になるまで回復する。これ意味がわかんないんだよな。まあ、とにかく一回も死ぬなっていうことでやっていきましょう。まあいつも通り普通に行けばいけるはずだよね。だいたいここは死なずにクリアできるんで、基本猛ダッシュで、ホースマン来たか。できればね、ホースマンはご遠慮したいところなんだけども、あいつ結構ね追ってくるんだよな。来てない？大丈夫か？大丈夫っぽいですね。なら行きましょう。あった。敵のレベルも結構高めですね。118って書いてあったので結構高めなので、火だめはもらわないようになんとかやっていきましょう。はい、まあ火だめもらわず基本逃げに徹していこうかな。うん、ああこっち来るな。多分大丈夫なはずよ。うん、いつも通り行けばいいんで大丈夫と思う。 OK、 こっち向きの方は大好物です。いいアイテム出てくれよ。いや特にいいのはなかったな今回。ああグリムか。まあ別に何も今回は必要なさそうだけども、取れる分だけはしっかり取っていきましょう。はい、まあ、死なないのが第一だよね。死なないの第一に考えていこう。あっ、いい、とりあえず猛ダッシュで行けましょう。どうだ、こっちか。あ、やば、罠はまると結構まずいので、罠にははまらないよ。あー、いった。罠にはまるとね結構ダメージもらうんで、ここは注意したいですね。はい、ここら辺が無難かな。どこで、アーチャーだけ気をつけていけば。やべえやべえ、ちょっと回復。意外と食らうな。意外と食らいますな。よし、あ、そこは勝手に死んでくれるね。やばいな、やばいやばい。あ、なるほど、採掘者だからお金はどんどん出るな。エメラルドは大量に出るわけね。別にいらないけどね、別に必要ではないけど。まあ、ネクロがいる。嫌い嫌い嫌い、やべ、こいつはまずい。まあまあまあ倒したからいいか。 OK、 よし、特に問題なく行きましたね。回復をもらって、あー、エボーカーいる。大丈夫、いやー疲れた、思いっきり立ってる。でも大丈夫、逃げ切れる逃げ切れる。エボーカーは倒した方が良かったかもしれないけども、いや OK。 来ました。え、どうするどうする、装備どうしよう。へー、こいつはね、ちょっと装備変えましょう。花火で行く。花火が無難なところだね。
花火2のドラ1でいきましょうか。花火2ドラ1で。あ、多分一瞬で決めることができると思うけども、どうだろう。出てくる場所によるね。最初うまいこと、いや、あーあ、嘘やられた。何だよ、俺よかった。ああ、もうちょ、次こそ行く、次こそ。マジで難しいな。あのボスの HP もね、強化されてるんです。むちゃくちゃ HP が高いんで。まずちょっと待ってよ。ラブからやって、もう普通の時のこいつのどんぐらいあるだろう、倍ぐらいの HP が多分あると思います。攻撃力もね、半端じゃない。あ、やっべ、攻撃力もね、ほんと半端ない。よいしょ、終わる。あ、まだ、おっしゃ、オッケー、オッケーオッケー、ウィザーの防具が出たか。よし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 、ようやく倒した。オッケー、ではあとは帰るだけですね。こっからはちょっと注意していきましょう。死んだらもうシャレならないんでね。こっからちょっと注意して行こう。え、嘘、ホースマン出た。ここでホースまくんなよ、やばすぎる。おーし、え、あそこなんかボス出てくる感じじゃなかったでしょ。初めてだよ、こんなところでネームの出てくんの。ちょっと待って、これ、大丈夫、逃げ切れるね、逃げ切れる逃げ切れる。よし、クリアです。めちゃくちゃきつかった。ここ邪悪な村人の王の矢をまた一つ。ボスが前のね HP だったらいいけど、もともとの HP も強化されてるし、攻撃力も強化されてるんで、ここはなかなかの、うん、まあレベル3のねデイリーだったんで難しいわけですよ。さあ何が出る。え、アーティファクト、なんだ、全然いらない。あ、まあ116か、そこそこいいやつではありますね。はい、ということで今日は一度死んだら終わりのデイリークエストやってみました。うん、残念ながら3回死んじゃいましたけども、クリアすることができました。はい、ではですね、またデイリーなどやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや